うよ。そう、秋入ったからね、うん、私本当にすごい無性にね、うん、映画館に行きたくて、おお、映画館、ね、そう、空間にねちょっと入り込みたくて、はい、わざわざねネットでチケットを買ったんですよ。お、ちょ、何の映画かあんま覚えてないんですけど、えということは何チケット買って、はいはい、で、うわ楽しみとか言って、うん、あの家でさ化粧してさ、よし出かけようと思ったんだけど、うん、寝ちゃって、起きたからね、起きたら10時、夜の10時だった。うわ、最悪。え、じゃあ、え、あのそのチケットは消えた。やばやばやば、最悪。何してるやん。リベンジする気はある？でもあの芸術の秋もそうだよね。そう食欲の秋も音楽の秋もいろいろありますからね。楽しめるんじゃないかな。はい、うん、ヘルマルとね一緒にこれから秋、うん、いっぱい楽しんでいきましょう。よろしくそんな音楽の秋にぴったりなライブがあります。気になる？気になる。しょうがないな。すみません。あの、ありがとうありがとう。あのウェルクマールウェルマール、今4ヶ月連続週末昼の定期公演やってまして、それが大脱走、次がボリューム2になります。9月16日新宿マーズであるんですけれども、その日がなんとゲストを迎えて会心の一撃さんとツーマンライブでーす。上がるね、やばいよね、やばい激アツなツーマンライブなので、はい、あの1000円から誓ってあるんだけども、はい、ご新規さん無料でーす。予約したらね無料になるので、ぜひ皆さん